ドライバーのスピン量を減らして飛ばす方法とは。ドライバーのスピン量を減らす方法ということで、まあ実際ドライバー今スイングをしてみますけれども、やはりただ振るだけじゃダメですね。スピン量を減らしていくスイングというのはある程度ただヘッドスピードを上げるだけじゃなくてですね、ボールを押し込んで運ぶように打っていく、それでいてヘッドスピードを上げるというね、ある程度高い技術が必要になってきます。でまず練習方法を一つ目紹介していきます。一つ目はウェッジショットで、ウェッジでですねボールを運ぶ練習です。まあスラップショットですね、テイクバックをしないでフェースに乗っける練習です。ポイントはですね、手を押さえて下半身から先行して後から手がついてくるように、上半身からスイングしてしまうと、まあ、乗っかりませんし、まあ、もちろん左に、ね、飛んでしまう、上半身が開いてしまいますので、上半身を押さえて手を押さえて下半身から先行させないとボールを乗っけてもあのように左に飛んでしまうんですね。これ左に運べるようになることはあるんですけれども、しっかりとターゲット方向に運ぶことが重要になってくるので、肩を開かずに腰を切るような練習が必要になってきます。ボールを潰して押して運んでいくような感覚ですよね。ですからどうしても手だけで振ってしまったらこう運べませんので、基本的にはこう背中を使うということになります。上半身だけで打つのではなくて下半身を使い背中をストレッチさせてですね、上に振り抜いていく形になります。少しこう沈んでから、まずはボールに乗せて運んで、そこから振っていくような感じですね。ここの、まず右サイドが下がって腰を切り、最後に一気に引き上げていくことで運んでいくと、まあ、このようなスタイルが重要になってくると思います。で次にスローモーションのスイング、ゆっくりと振りながらダウンスイングまで、ここも急いじゃいけません。沈み込むようにで内側から入りフェースに乗せて最後に運んでいくと、まあ、ですから潰す動きになるんで、とにかくヘッドを走らせてしまうとですね、スピン量が増えてしまいますから、体の回転量で打っていくために下半身を使ってフェースにくっつけて最後に乗せる、これはちょっと難易度がかなり高い練習です。まあそういう風にして体の動きを使ってフェースに乗せる、これがスピン量を減らすスイングになってきます。実際ドライバーでもね、このようにゆっくりとこう切り返しのところを何度も何度も、先ほどのウェッジショットのようにゆっくりとさせて、それからスイングするということで、ヘッドスピードを上げるのではなくてスピン量を減らすスイングということができるんですね。手を使わないで下半身からリードし、最後のボールにくっつくところで加速させていくということで、ボールを潰すスピン量を減らして運ぶようなスイングが可能になってくるということですね。次に正面から、スイングを見てですね、インパクトでのスピンを減らす方法をちょっと説明してみたいと思います。まあ、非常に大事なのは入射角ですね。内側からそして下からクラブが入り、徐々に押し込んでいくような体の動きでですね、叩いていくことが大事です。右の肘はこう曲がったままが大事ですね。右サイドは少し低い位置まで潰して、下から上のややアッパー軌道でですね、肘はここで伸びていく感じ、ここで伸びるようなぐらい、そして体重をボールに乗っけていくような、ここから体重をボールに乗せていくような、この右サイドの潰しが非常に重要です。そしてクラブヘッドの入射角、下からクラブ入っていく、この角度に合わせて右足を蹴っていくように、このところで右の肘はまだ曲がったままです。ここから右足の床反力で蹴って肘が自然に伸びていく、このようなフォロースルーを取っていくと、適正のスピンで弾道、いい正しい弾道でボールが飛ぶということですね。では具体的にどのような練習をしていけばいいのか、インパクトバック、このサンドバッグを使ってですね、叩く練習なんですけれども、やはりこれを叩くときに手だけで叩いてしまってはいけないということが分かります。手で叩くところにこう回転かかるように動いちゃうんですね。このインパクトバックがですね、回転がかかってしまいます。体で叩く人はですね、このインパクトバックがあまり動かないんですね。動いてもこの回転はしないですね。回転しないで動く形、体を使っているので、表面がこういうふうに動くんじゃなくてコアが動く感覚ですね。このコアが動く形なんで、このまま動く感じですね。
つまりこのインパクトバックがスピンがかからないってことが言えます。このように体全身を使うことでボールを、そしてインパクトバックを運んでいるということがこれでわかると思います。右手だけでインパクトを迎えると体を使っていませんので、やはりこのように動いてしまう、くるくると回ってしまうので、体の動きをうまく使ってこう表面を叩くんじゃなくて、この中のコアを叩いているようなイメージを持ってください。ですからまあボールを叩くときもボールをの中をね押してるような、表面だけ叩こうとするとこのようにスピンがかかっていくんですね。スピンがかかればやはり球は、余分に力が分散してしまいますから距離が落ちてしまうと、まあ、このように振ってしまったらね、なかなかそういうふうには見えないんですが、全身を使っていることがスローではわかるはずです。少しスローモーションで見てみましょう。バックスイングをしてダウンスイングで手からじゃなく下半身から入射角下から上に振り抜いていくということで、ややアッパー軌道でボールをヒットし、ボールを運ぶようなスイングが可能になる、このようなスイングですね。まあ、ということで次に最後ですが、入射角についてのちょっとお話をしてみたいと思います。まあ、入射角はやはり急角度で降りてくればスピンがかかってしまいますので、緩やかな軌道でボールをヒットしなければいけません。ですから地面を這うように下の円、ベルトからベルトの円は広く長くワイドにスイングしていくことがとても大切になります。緩やかに 下の円をしっかりと作ること、分かりやすく、柵をちょっと つけてですね、説明してみたいと思います。この柵ですね、この下の、どうでしょうか、膝から下、膝の膝下のラインですね、この下でヘッドが移動していることが大切になります。この膝下のラインから徐々に下から上にこうヘッドが出てくるような、こう V 字に上からこう叩きに行ってしまうと、サイドスピンやバックスピンがかかってしまい、ボールがしっかりと飛ぶことができない、このような、V 字のような感じですね。ヘッドがすぐ下にいる時間が少ないスイングですね。やはり下にいる時間の長い緩やかなスイング、これが低スピン、スピン量が適正になる、ドライバーショットということになります。このようなスイングですね、これがスピン量が多くなる、これが緩やか、スピン量が少なくなる、この違いですね。実際のスイングでもここまで溜めて、ここで手をね急激に返そうとする動きが強いと、スピンがかかってしまう、ここを緩やかにして打っていくと、そうすることでスピン量が変わってきます。ではちょっと比較してみましょう。ここで急激に V 字の動きを入れてしまうと、非常にスピンがかかってしまう、サイドスピンがかかってしまう、に対してスピン量が、適正になる、インパクトの前でヘッドが低く、そしてそこから上に勝ち上がるように振り抜かれる、下から上に抜けていくような形ですね。まあ、だから手首に角度がつきすぎてしまうと、スピンがかかってしまうので、ここからは緩やかにイメージしてください。そうすればボールを押す、強く潰して押していくような形になる、正しいスイングというかね、飛距離の出るスイングが可能になります。まあ、ヘッドスピードがねあまりなくてもね、手首だけでこれでヘッドスピードを上げればいいというものではなくて、ヘッドスピードが多少低くても緩やかな軌道で打てれば、このようにですね、ヘッドスピード以上のボール、ヘッドスピードが少なくてもそれなりの距離を稼ぐことは可能なんですね。ですからインパクト効率を高めたいという方は、少しコックの量を抑えてですね、下からクラブを入れていくようにして、ワイドに広く使うように、スイング軌道を、スイングアークをですね、楕円のようなイメージでスイングしていくと、低スピン、スピン量をコントロール、低く低スピンで打つことが可能になるということです。ドライバーのスピンを、減らすという方法として、まずウェッジショットですね、ウェッジショットでボールを運ぶ、スローモーションのスイング、インパクトバックで叩いて、インパクトの感覚を理解する、インパクトのタッチを理解し、そして最後にですね、スイングの入射角を、やや緩やかなノーコックの状態で低く長く使っていく、このように、そしてアッパーに入れていくという、この技術でスピン量を適正にし飛距離を伸ばす、そんな方法を、お話してみました。練習をたくさんやってみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル。
最新動画を見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そして次にこのベルマークをクリックすると最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜9時にお会いしましょう。